今日は北欧を代表する家具ブランドアルテックの名作照明の一つ A440 ペンダントライブをご紹介していきます。フィンランドを代表する建築家であるアルバ・アールトが手掛けた照明 A440 ペンダントランプ、1937年に発表した A330S ゴールデンベルに似たフォルムですが、 A440 の方がサイズは少し大きく、精度にスリットも入っておらず、無駄のない洗練されたデザインが特徴です。シェードの素材には乳白ガラスを使用しているため、ガラス越しの柔らかな光が空間を柔らかく照らしてくれます。 A440 は明かりが灯っていなくとも彫刻のように完成された美しさを体現しています。コードやフランジカバーまで白で統一されているので、よりすっきりとまとまりのある印象です。アルバ・アールトのデザイン哲学を象徴するような無駄のない洗練された佇まいは、どのような空間にもすっきりと馴染み、和室や洋室を問わず幅広い線でお使いいただけます。吹きガラスの不透明な白色のランプシェードは直接的な光の眩しさを軽減し、暖かく柔らかい光として空間に拡散する合理的なデザインです。デザイナーはアルバ・アールト、アルテック創業者の一人で北欧の賢人と呼ばれていました。1898年フィンランド中西部のコールタネ生まれ、ヘルシンキ工科大学を卒業後、建築モニュメンタルアート事務所アルバ・アールトを開設しました。1976年78歳で亡くなるまで生涯に200を超える建築を設計しました。自身が設計した建築に合わせて家具のデザインも手掛け、プロダクトデザイナーとしてもその名を残しています。色味はこのホワイトのみになっています。価格が88,000円、サイズがここが19cm で、ここが23cm です。全長が 100cm です。このシェードが吹きガラスになっています。色はすべてホワイトで統一されてて、コードはホワイトコードです。コネクトで取り扱いのあるルイス・ポールセンの照明のコードは長さだけで約 1.5 メートルくらいありますが、 A440 はコードの長さだけで71センチとなるので、少し短めの仕様になっています。これはアルテックが日本の住宅天井高の平均を 2.2 メートルから 2.4 メートルとして算出して制定しています。コードの長さを変更したい場合には、概要欄にある商品ページの下の方にコード加工についての説明が記載されているので、そちらから長さの加工をしていただけます。取り付け方は、器具を取り付ける天井面に図のような引っ掛けシーリングが取り付けられているか確認してください。引っ掛けシーリングが付いてない場合は電気工事店に依頼してください。取り付けの際はシーリングカバーにある調整用のネジにドライバーの細いもので回して軽く締めて、引っ掛けシーリングに取り付けた後、カバーを天井に届くまでに上に上げてからネジをしっかりと締めて固定してください。電球は E26 一般電球 60W タイプが付属で付いてきます。付属の電球は調光非対応です。調光器を使用する場合は調光器対応の LED 電球に交換してからご使用ください。白熱電球使用の場合は 60W までの電球をご使用ください。こちらのシーリングカバーが付属しております。小さめのダイニングテーブルやキッチンにおすすめです。お手入れ方法は、乾いた布や畑のようなものでほこりを払い、柔らかい布で軽く拭いてください。錆や変色の原因になるので水拭きはしないでください。お手入れの際は必ず電源を切り、道具部分が高熱になっていますので少し時間が経ってから行ってください。 A440 ペンダントランプについてご紹介しました。
ありがとうございました。